You're listening to Shibuya Cross FM.18時を回りました。まどかとひかるの姉妹でチャティータイム。はい、こんばんは。これも始まりました。こんばんは。映ってます。はい、ね、声も始まりましたけれども、始まりました。だいぶでも最近あったかいから、あったかいね、なんか2月感がないよね。わかります。なんか去年、はいはい、おととしとかのなんか2年連続ぐらいでバレンタインデーの時期が猛吹雪だったりとか、大雪で結構大変だった時期があったけど、はいはいはい、今年は、そうですね、そうですな。そう、もうね、ちょっとポモ族からすると汗がもうね、ちょっと汗がもう出てしまうんで、暑い時期よね。そうなんですよ、ちょっと厳しいかなっていう、うんうん、気候が夏に向かう手前ですみたいなね。もう夏の手前みたいな、ね、体感そんなにそんなに暑い。たまにめっちゃ汗かいてる時あるんで、うん、まああれですよ、バレンタインはどうでした？なんか作ってたよね。作りました、生チョコ。あれ美味しかった。美味しかった。抹茶の生チョコと、抹茶の生チョコと普通のチョコの、そう、友達に、そう、友達にプレゼントして、ケーキをプレゼントしました、ね。はい、抹茶の生チョコ、ね、抹茶の生チョコ甘くて、はい、なんか一つのこの、うん、三角のあるんですか、うん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 、一つを食べるのが結構大変って聞いて。あ、甘くて、あ、確かにね、ホワイトチョコだとね、甘くてちょっと食べるの胃にちょっと来るって、うんうん、言われた、言われたんで来年は友達に配るときは気をつけようかと。えらいよね、でもちゃんと作るって。もう私自分で手作りしたチョコをあげたのって20代前半22、23ぐらいの時の彼氏にトリュフチョコを手作りしてみようと思って。え、すごい。でもすごいケチくさーく、ケチくさーく3つぐらいのちっちゃい箱なんかいっぱいだとアラが目立っちゃうから。わかるわかる。ちょっとなら大丈夫だ。ちっちゃい、ちょっとおしゃれ、おしゃれな感じに見える感じ、そうにして作ったの以来手作りはあげてない。もういいや、買った方が美味しいしね。まあそれは確かに。でなんかほら、あの嫌いな人もいるじゃん、まあ、友達とかでね、うん、いいんだけど、うん、でもなんか無理して食べてても嫌だなと思って。なんかこう手作り苦手な人とかいるじゃない、うん、いるいる、人のおにぎり握ったの食べれないとか、うん、だそういうんだとちょっと悪いなって思うから、手作りよりももう買おうかなって私はね、まあ、でもほら作れる人は作ってもいいだろうし、それはそれでね美味しいし、思ったより材料費がかかって、そうなのよ、意外と結構知らないうちに何千もいってて、うんうん、また人数分作ると、うん、知らない間になんか3000、ね、4000、5000いってるんで、うん、そうなんですよ、結構ね、結構な、はい、皆さんね、今年のバレンタインでもなんかだいぶ感謝チョコとかがその女性から渡すっていうのも、その男性がお返しするのがすごい大変だから、結構だいぶなくなってるみたいだね、はい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 、なんかね、そう、ホワイトデーのお返し、うんうんうん、あ、じゃあホワイトデーのお返しといえば何？言えば、のそう、なんかこう何をもらうイメージ、ヒカルの世代だと、なんだろう、やっぱチョコ、あ、チョコ、チョコと、チョコか、なんかほらやっぱり好きな男の子にあげるから、うんうんうん、イメージだと好きですっていう意味でやったら、うん、僕も好きですっていう、うん、そういう告白の返事とか、あ、そういうことか、そういうイメージ、そういうことか、あとはチョコ、うんうんうん、じゃないんですか。いや、なんか多分私たちの世代マシュマロもよく聞くし、クッキーとか飴、なんかチョコとは違うお菓子で返してもらうみたいなイメージがあった。へー、そう、でも今ねだいぶ違うし、海外だとまた女性からじゃなく男性が、うん、まあ、恋人とかだと男性がこうプレゼントしたりとか、はい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 、下着、こう素敵なランジェリーをねプレゼントしたりとかするらしくて、すごい海外っぽい、そうそうそう、なんかおしゃれなこう、はいはいはい、セクチーな感じのね、セクチーな、そう、セクチーなやつをね、そうプレゼントしたりするらしいんだけど、ね、日本もだんだんそうなってほしいよね。ね、なんかカップル同士でなんか、そうそう、ね、そのセクシーな下着とか、そうそう、交換っていうのもね、いいよね、楽しそうだよね、そう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 、ちょっと大人な世界に踏み入れる、踏み入れる、うん、やめなさい。こういう感じね、わー。
もうだいなかなかさこの何タイミング、うん、タイミングと時差が難しくてこの効果音そう自分の目線とね。そうなのよ、まだねちょっと使い慣れきれてないけど家で練習しないと、ね、家で練習しようかなみたいなね。はい、はい、じゃあそんな感じでバレンタインも過ぎ、もう次はじゃあホワイトデーね、みんなお返し大変ですね、男性ね。頑張ってください、男性の方々頑張ってください、もうねそう、なんかハンカチとかね、くださる方もいるし、うんうんうん、ハンカチいいね。そうそうそう、ハンカチいいよね。ポーチとかそう、もうアナスイのハンカチとかさ、なんか可愛いハンカチって、ね、それは嬉しいかも、ね、いいよね、はい、はい、じゃあそんな感じで、はい、じゃあ今日の1曲目聴いていただきたいと思います。まどかでアンブラスモア聴いてください、どうぞ。
い、まどかでアンブラスモア聞いていただきました。ありがとうございます。ではではお待たせいたしました。じゃあヒカルに言ってもらおうかな。私噛みそうだからこのタイトル言ってもらおうかな。う、ね、はい、はい、今日のゲストはフリックルフェイスストロベリーザ・ミュージカルの皆さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、じゃあ皆さん自己紹介をじゃあ順番にしていただけますか。はい、今回ジェイク役で舞台に立たせていただきます、はい、伊藤アルフと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回バレーガール役で、立たせていただきます小林奈々です。はい、よろしくお願いします。はい、今回ダニー役で出演させていただきます正岡優希です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい今回ハリー役で出演させていただきます松本ひかるです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今回エミリー役で出演させていただきます清水遥です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ジェーン役で出演させていただきます菊池由紀です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやね、もう結構ヒカルからこう皆さんの稽古場のね話とかも結構聞いてるんですけどめちゃくちゃ楽しそうだなと思って、はい、楽しいんですよ。いろんなね、だからちょっと今日もそういうお稽古場の時のちょっとエピソードをね聞けたらなと思うんですけど、はいはい、ニヤ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 。あのヒカルさんのあだ名がピーちゃん。ピーちゃん、ピーちゃんですね。はい、あの、はい、アルフさんが名付け親、はい、これから一人一人あ一人一人命名していかなきゃいけないっていう任務が残ってるんですけども、はい、おいおい、おいおい、ちょっと後々公表していただくということで、はい、していきます。はい、楽しみですね。楽しみね。楽しみね。で4月10日が本番ですもんね。だからそう、そうするとまだ期間があるので、だいぶあるんで、そう、いろいろね、こういろんなことが。でももう、はい、彼女だけはもう決まってる。ゆきさんはもう、え、何ですか、何ですか。菊池やだ、菊池嫌いなんですよ。っぽくないですか、菊池っぽくない、ね、え、嘘、うん、ゆきゆきって呼ばれたいですよ。いや、今菊池よほど菊池嫌なんだろうな。ドキッとしてる。遥かに言ったらもうなんか、あ、ぽいぽいって、なんでぽいと思ってぽくない、ぽくない、はい、ちょっとね、皆さんのね、はい、ちょっとアンケートからもね、いろいろ気になることをお聞きしていきたいんですけど、はいはい、じゃあちょっとアルフさんの渋谷のエピソード、はい、これ聞いていいですか。はい、あ、もう本当に若い時なんですけど、はい、朝まで飲んでて、そのセンター街の真ん中というか端の方か、端の方で酔っ払いの人が座ってて、うん、そこの前に5本ぐらい柱で缶の柱ができてたんです。パワーがで、はい、あれなんだなんだって結構野じ馬ができてる中、うん、誰かがバーンってそれを倒したんですよ、うんうんうん、でその人に引っかかっちゃって、そしたらなぜか僕らがやったってなって、んなんてことすんだっていう、うん、なんかちょっとやからっぽいお兄さんたちが嫌な面倒くさい感じになっちゃうよね、うんうん、そうそうそれでなんだかんだって言われて、俺たちじゃないって言ったんだけど、はい、もうなんかやばいってなって、で追っかけられてバーって猛ダッシュをしたっていう。いや、もうそのぐらいのなんか大したことないんですけど、でもまあまあセンター街って長いんです。長いですよ。で僕の友達は右に曲がったり左に曲がったりね、はい、頭いいから。でも俺はもうなんかもう必死しすぎて、ただひたすらまっすぐ走るっていう、もうちょっとつ申しみたいな、もうっていう思い出しかないです。走ってるアルフさんを見てみたい。それぐらい、うわぁぁぁ、もうただそれだけ。思ったより声高くて、思ったより声高くてびっくりした。なんかね、こう、スイメージだから、そんなるイメージがね、あんまりないので、多分ね、漫画みたいにくるくるくるってなってた。くるくるにこう、ちょんちょんついてるやつですね。そう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 。
なってましたね、多分。面白いですね、はい、いや、いいな早いやつ後々は笑い話になって楽しいですよね、こういうのってね。あの次の日からもうすごい俺が駆け足が早かったっていう、うんうん、もう、うん、結構スピード感が駆け足が早かったあの、ね、こういうところで出てきちゃうなんかいろんなものがね意外と、はい、なんかね天然な方でいらっしゃる、ね、一応クールで売ってるんですけど、ね、売り切れない、売り切れないまんまずっと来てます。ギャップ萌えですね、ギャップ萌えですね、はいはい、渋谷ね、いろんな人いますからね。そうですね、はい、うん、じゃあ、あとね、あれなんですけど、ゆうきさんのこの実家で牛3000頭ってすごい何と思って、すごい実家が牧場なんですよ、はい、ですごいですね、実家が牧場、そうなんです、はい、牛さん3000頭、うんうん、牛さん3000頭牛さん3000頭牛さん3000頭飼ってて、はいはい、肉牛の方なんですけど、はいはいはい、そうなんですよ、徐々にこうドナ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 さよならしてい、すぎてもうどれが何の牛、どこの何頭目の何番目にいる牛とかが全然わかんないから、はいはいはい、もうあ、多分行っちゃったんだなって思いながら、ね、名前とかはつけてるんですか。名前はついてて、ここの耳のところに10桁 の、 その番号があるんですけど、そう、あれをその個体識別番号っていうの の、 その調べるところで10桁入力していただくと名前も出るし、親の親がいつ生まれてとか、でどこで出生して、でどこでこうあの例えば何々県に行きました、何々県に行きました、で土地区されましたみたいな、あのっていうのが全部出るのがあって、じゃあでもそれもう番号と番号しか違いが分かんないですね、牛の違い。もう見たらもう分かんないんですけど、うん、でも前お手伝いしてたんです、ちっちゃい頃、はい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 、ちっちゃい頃お手伝いしてた時に、うん、あのしゃくれてる牛に出会ってしゃくしもしゃくれる、そう、あの牛しゃくれるんですね、しゃくれてるのって見たことないですね。あの食べるのわらなんですけど、はいはいはい、わらもうなんか全然噛めてない大丈夫かな、噛めてる大丈夫っていう、かわいいですね、めっちゃかわいかったです、写メ撮りましたもん、しゃくれてる牛、でもしゃくれ牛いるんだ、初めて聞いたかもしれない、しゃくれ牛いるんですよ、確かに3000頭もいたらね、かなり顔が個性豊かな、個性豊かな牛が多いお牛さんたちがいや楽しそう、かわいい、いいですね、楽しそう、本当にいいです、自然豊かで、ね、自然な場所で、本当にでもなんかそういうこうおおらかに育った感じが分かりますもんね、なんかね、うん、わーい、わーい、もうホイドイン、もうわーい、ちょっと英語みたいそう、わーい、ちびまるです。ちびまるです。あだ名はごめんなさい。はい、あだ名はちびまるです。ちびまるです。ちびまるです。ちびまるじゃないです。ちびまるです。はい。そこもいるじゃない。すいません、輪を抜かしましたね。ちびまる。はい。ちびまるです。ちびまるです。それは小柄だからっていうことですか？あのお惣菜でちびまるポテトっていうのがあって、それが大好きで、どこでお惣菜、どこでその焼き鳥の日本一っていう焼き鳥屋さんのそこでお惣菜があって、それが大好きで、そこからちびまるを取って、ちびまるでそういう、もうそのちびまるは浸透してるんですか。初耳、初耳です、初耳です、私たち初耳だ、いらないじゃん、ちびまるでいいや、ちびまるでいただいて、ちびまるだったんですね、ちびまるでした、はい、いや、ちびまるちゃん、かわいいですね。かわいい。じゃあちょっと、ね、皆さんちょっといろいろ聞きたいんですけど、時間がね、うん、ちょっと時間も考えつつなんですけれども、なんかヒカルからも質問とか。皆さんの質問ですか？うん、うん。あとは、なんか逆にヒカルからのこうエピソードある舞台で。
その稽古中の。あ、稽古中だと、うん、もうお話ししていい、うん、冒頭で。間違いない。もうちょっと、ね、俺、白目向いてていいですか、はい、アルフさんのやつ。もうあのアルフさんがすごい白目向いちゃって。大丈夫かな。最初、うん、アルフさんのもう、うん、見た目がクールな感じで、うんうん、あ、すごい綺麗な方いらっしゃったって思ったら結構稽古場で面白いこと多くて、あの曲であのみんな手を綺麗に伸ばしてなんかバレエのステップを踏みながら、うんうん、私の前囲むんですよ。あのなんかちょっとダークなシーンよね。そうですそうです。あれ僕できてるでしょ。あそこできてるんじゃないかな。あの初めての時に円になるはずが円の列からアルフさん外れてなんかあのその稽古場の窓際の方にどんどん一人で行くってめっちゃ面白い。ああそんなことは。それで春香さんがアルフさんどこ行くんですか。めっちゃ面白かった。でもすごい真剣な真顔で必死にこう動いてるんですけど列外れてってだからもう真剣すぎてちょっと違うとこ行っちゃった。そうなんですよ。いやもうあの本当ね最近もうここまあ7年ぐらいミュージカル出させてもらってるんですけど、それまでずっとストレートのお芝居をやってて、それであの CD を出したのをきっかけにあのミュージカルもやらせていただくようになって、ただ今まであんまりそんなに踊るようなミュージカル出てこなかったですね、はい、うん、で今回どうだろうと思ったら蓋を開けてみたら結構踊ってる。結構ダンスシーンまあまあ結構多いですよね。もうアップアップですよこちらは。はい、ね、あのアンケートにもだいぶ待っておりますって、はい、普段より待っておりますっていう今回の僕の見どころは待ってますっていうぐらいも。そうですよね、アルフさんファンからするとレアですもんね。そうですね、それだけ舞うっていうことは、うんうん、確かに。皆さんは普段からも結構その踊りやられてた方たちなんですか。いや、いろ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 、もうでも今回もだいぶ挑戦させていただいてるますね、はい、筋トレが趣味のピーちゃん。筋トレばっかりで、ね、でもこの間なんかの振りの時に、うん、稽古場で音楽流して通しでやってたら急に、うんうん、バーンってすごい音聞こえて、なんだろうって思ったら行ってって言ってうずくまってるんですよ。うんうん、身長高すぎて稽古場の天井に指突き指かなんかしちゃってて、思いっきり突き指して一人でうずくまっちゃうっていう。身長 何センチあるんですか。身長187センチですね。結構大きいですね。すごい大きかった。183かなと思ったら187だいぶ大きいなって。いや、すごい。で、ナナさんとユウキさん。あ、でもコンテンポラリーダンス。はい、そうです。コンテンポラリーダンスってどう、なんかまだちょっと私詳しくないんですけど。そうですね、はい、なかなかちょっと何でしょう、あまりこうレギュラーラインではないっていう感じですよね。なんかバレエが基盤だったりもするんですけれども、はい、ちょっと、まあ、コンテンポラリー進化し続けているっていうような、うんうん、ちょっと創作ダンスっていうと分かりやすいんですかね。はいはい、うん、かイメージだと体でこうなんかいろんな感情を表現するみたいなイメージな、うんうんね、当たってた、よかったね。当たってた。あのあとなんだっけ、タオちゃん、土屋タオちゃんがやってるのコンテンポラリーでしたっけ。そうですね。あ、そっか、当てた。かっこいいですね。へー、はい、そしてゆきさん、はい、はい、あ、そっか、ゆきさん、そう、ゆきさんが確かにいるんですね。10年じゃあもうちっちゃい頃から小学6年生12歳の時に始めました、ジャズダンスを、ね、はい、あ、ジャズダンスなんですね。めちゃくちゃ踊り綺麗ですよ、ね、うん、ダンス特に、うん、バク転なんだろうけど白転って書いてある。今言わなくても前その前日の点って読んじゃって顔真っ赤可愛い。特にバーになっちゃって全然いいんですよ。特にバー突っ込みたい人なのでごめんなさいね、ごめんなさいね。なんかほらそういう方がね、皆さんこうだから素が見えるかな。いや、バク転じゃあ今ねここでは無理だから、うん、後で私たちだけちょっとじゃ見せてもらって。すごいんですよ、稽古場でも、うん、今回その、うん、
結構アクロバティックなことをやるシーンが増えて、まあでもそういうのできる人がいるとね、またパフォーマンスも、急にすごいことに一人だけなって結構みんなびっくりしてる、すごい。じゃあまたこの前回のとまた違う、ね、また全然違う感じで、フリックルフェイスストロベリーそう、なかなか言えない、フリックルクルってなっちゃう、新しいフリックルクルになる、楽しみにしております。ではではちょっとここでまた楽曲聴いていただきたいと思います。まどかでシャルムシルク聴いてください。どうぞ。まどかでシャルムシルク聞いていただきました。ありがとうございます。ではでは、次ちょっとタロット占いコーナーに行きたいと思うんですけれども、はい、で本当はね、あのお一人ずついろいろ占っていきたいんですけど、ちょっとねお時間が足りなくなっちゃうので、フリックルフェイスストロベリー、お言えたやっと言えたの、まあ、ちょっとな何って言ったらいい、どう成功するか、成功する、怖いね、するか怖いな、成功、まあ成功させようっていうあれですけど、うん、まあなんか素敵な作品をお客さんに届けられるかみたいな、お客さんに感動してもらえるか、そうだね、そういうのにしましょうか、ね、うん、そう、はい、ちょっとねなんか怖いもん ね、 怖 い、 よね、そう、怖いカード出てきたらちょっと嫌だな、それじゃあフリックフェイスストロベリー、じゃ皆さんに喜んでいただけるかっていう感じで見ていきます。うん、喋ってていいよ。そうですね。あの放送事故みたいな。シーンとする。集中しちゃっても何が出るんだろうみたいな。みんな怖くて。ドキドキが。怖くて20年バージョンですね。何が出るんだろう。ね、一番実はこれ出す側がすごいね。まあ、ドキドキするよね。なんかすごいすごいな、いつ始まるの、手元気になっちゃって集中しちゃう、代表でじゃあ光がシャッフル、はい、はい、させてもらいます、はい、素敵な、なりますか、喜んでもらえますか、ね、うん、素敵な結果になる、怖い、結構あれですね、迫力ありますね、みんなでやってる、はい、はい、頭どっちがいいですか、そういうのも違う、正位置と逆位置でまた意味が変わってくるので、そうなんです、
わー、いきますぜ、ピンクルフェイストロベリー2020いきます、きます、じゃじゃん、おお、いいカード、運命の輪っていうウィル・オブ・フォーチューンの運命の輪のカードなんですけど、まあ、ちょっとねこれアリスのカードなんで一見ねちょっと分かりづらいんですけどあの運命の歯車がこう今ジャストタイミングですって言ってこう噛み合ってるところなんです、すごいいいカード、おじゃあちょっと細かく見ていきますね、本でも見つつ、そうちょっとね、よかったよかったよかった、うん、いやいいカードですよ、ジャストナウっていうね、そう、もうジャストナウ、これで気を抜かないようにさ真面目偉い、さすがに小学生からダンスやってて、うん、ね、白点が特にめちゃめちゃ言われる、ずっと言われる白点が特技の、はい、そう、天ぷらみたいな、美味しそうな、ね、あ、いいですよ、運命的な展開だったりとかですね、あとはあの心に残る出来事とか、あとチャンスのすべてを掴んでこう良い流れが来てますっていうカードなので、すごいいいです、うん、絶好調、絶好調、イエーイ、結果が出たので、はい、はい、これで、安心です、はい、タロットコーナーでございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあね、じゃあ、 あの舞台のもうちょっとね、真面目に舞台の見どころとかお話ししていきますか。そうですね、皆さん、はい、アンケートでも書いてくださったので、うん、ね、書いてくださったので、そう。このね、あの主人公がやっぱ光がほらやっぱやってるし、そういうのも話していった方がいいんじゃないですか。あ、そうですか。だって、主役の子、まあ、ゲストさんもだから含めつつ、ね、はい、みんな7歳、みんな7歳、みんな7歳ですよね、みんな7歳、7歳ですよね、7歳、そう、7歳ですよね、聞かせて、そうそうそう、みんな7歳、そうなんですね、みんな7歳、なんかもちゃもちゃしてるよ、もちゃもちゃ、11歳じゃない、11歳、11歳、11歳、黙ります、はい、ね、牛さん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 、はい、でもこのすごい演目、うん、曲が可愛いんですよね、そう、なんかすごいね、曲がこうキャッチーで、うん、すごくこう聞きなじみがいいよね、なんか一回聞くと離れなくなって、うんうん、あの前回の公演を見に来てくれた友達も最初の曲を、私が歌した曲を一回見ただけなのにずっと口ずさんで人とかいて、うん、あ、そんなに記憶残るんだってくらい、ね、そう、すごい曲もいいし、なんかこうすごい可愛い、おもちゃ箱をひっくり返したみたいなイメージですよね、はいはいはい、なんかね、うん、キラキラしてて、そう、え、それ、それでおしまい、いや、あ、じゃあ、あの演目のそのストーリーをちょっと言った方がいいんじゃないですか、はい、やっぱせっかくなんで、この絵本は、うん、あの、うん、海外の、女優さんのジュリアン・ムーアさんが、うんうん、原作、元は原作のフリックルフェイスストロベリーっていう絵本から生まれた作品で、うん、で、はい、今回日本で上映者なんで、うん、公演、公演でもグランワルツさんがやり始めてからは結構もう経ってる、あと前回のが初めて、あ、初めてなんだ、そうなんです、で今回再演が決まって2回目の公演を白品館でやらせていただくんですけど、うん、そのそばかすだらけのストロベリーちゃんが、うん、なんかみんなからそばかすそばかすって言われてて、うん、それがコンプレックスで、でも最終的にみんなと分かち合えて友達も、うん、そのコンプレックスを克服して、ね、克服して、うんうん、でまあ、みんなそれぞれキャラクターも多分みんなコンプレックスありますもんね、うん、だからなんかそういう人たちがこうみんな多分ね、人間コンプレックスはあるからそういうの乗り越えて頑張ろうっていうなんかお話でいいんですよね、みんな仲良くなる、うんうんうん、なんか個性を認め合うみたいな感じの、うんうんうん、ザ海外のなんか本当にいいよ、ね、素敵なお話なんで皆さんぜひ、うん、ね、なんかフランスでは前々回のゲストさんがちょうど言ってたのが、はいはい、フランスではアニメ化もしてて言ってましたよね、そうそうそう、もう完全フランス語で、だからまたなんかこう言い方がタイトルが違うらしいんですけど、そう違ったって言ってた、なんか絵本と漫画もあるっぽいこと言ってたんですけど、そう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 、漫画とアニメもだから映像でちっちゃい頃見ててすごい知ってるって言ってたんで、
もうなんか海外からするとすごい有名な作品ですよね。もともとイギリスでしょ、あれアメリカ、アメリカ、ジュリアムアさんがイギリス出身だったんだっけ、そういうわけじゃない、確かそう、あれそうだったっけ、知りません出てる人、出てる人ちゃんと知っとき、でもアメリカで、うん、アメリカで有名な絵本って聞きました、うんうん、あのグランワルツの一番上層部の方から、上層部の方から上層部の方からそう来ましたね、はい、うんうんうん、そっかそっか、はい、じゃあね、なんかそういう多分いろんな人が共感できる舞台だよね、こう小さい子も大人の人もっていう感じですね、はい、はい、大丈夫ですか、はい、ありがとうございます、ね、そうですね、はい、じゃあちょっとどうします、心理テストコーナー行きます、みんなでわちゃわちゃできる、で、ね、はい、心理テスト行っちゃいましょうか、はい、ちょっとね、なんかそういう、こう心理テストやらタロット占いやら多い番組なんですけど、はいね、じゃあまず1問目から行きたいと思います、心理テストコーナー、はい、はい、じゃあ1問目いきます、じゃじゃん、あ、これやろうかな、1問目、はい、1年間仕事の関係で離島に行くことになったあなた、上司から告げられた移動の話にあなたはどう思いましたか、4択です、 A 知らないところは嫌だな、 B 自然がたくさんで癒されそう、 C 静かな場所で仕事はいいかも、 D 頑張って開拓するぞ、さあどれでしょう、急にね、ちょっと仕事の関係、離島に行くんですよね、1年間離島に行きなさいって言われて、その話にどう思ったか、あんま考えない方がいいんですよね、もう直感で、直感で、はい、あ、はい、A でもこれ分かりづらい、A が知らないところは嫌だな、 B、自然がたくさんで癒されそう、C 静かな場所で仕事はいいかも、 D 頑張って開拓するぞ、力強いはい、はい、決まったじゃあ、はい、皆さん順番にアルフさんから、あ、僕は C ですね、はい、あ、静かな場所で仕事はいいかな、はいはいはい、私も B、 B、 私も違う、私も C なんですよ、全員とかけてきた、 B かって、しっかりしてみんな、皆さん結構天然迷ったんですけど、いいですね、迷いが出てきてます、僕は D ですね、D、 あ、頑張って開拓するぞ、お、いいですね、じゃあゆきさん、はい、あ、はい、C です、 C、 静かな場所で仕事いいかも、はい、はい、あ、D で、 D、はい、頑張って開拓するぞ、はい、僕 B ですね、 B、 自然がたくさんで癒されそう、はい、あ、皆さんすごい前向き、ね、偉いですね、前向き、ヒカルは、いや A ですよね、 A ですよ、そんな、いや、そう、私も直感 で、 直感で A だった、もう A の言葉が来た時点で、あ、これ A やなって思って、うんうん、ね、いや皆さんすごい前向きで偉い、誰も A がいないっていう、素晴らしい、やばいな、福島やばい、みんな前向きなのに、はい、じゃあこれはですね、何がわかるかというと、はい、あなたの新しい人間関係の気づき方がわかる心理テストです、はい、じゃあ順番にいきますね、 A から、私とね、ヒカルが選んだ知らないところは嫌だなを選んだ人は、相手の名前や仕事、特技を覚えて、まあ、それがまあね、そういう技、まあ、どういうふうにこう開拓していくかなんですけど、あなたはいわゆる人見知りです。初めて会う人に恐れや不安、抵抗を抱きやすいようです。しかし新しい人脈は初対面の人と会話し打ち解けないと、作れません。まずは相手を知ることから始めてみましょう。仲良くなりたい人の名前や仕事、特技を覚えましょう。会話のツールに名刺を使うのもいいでしょうっていうね、まあ、アドバイスも入っている感じ、うん、当たってますね。そうかもしれないかな、ね、うん、いやでも人見知り感は全然感じなかったですけど、ね、なんか、はい、私もイメージはないけど、うん、意外と初めて会う人ちょっと怖いですもん、なんかどうしたらいいのか分かんなくて、ちょっとコミュ障みたいな感じなコミュ障、うん、コミュ障ではないと思うけど、ね、緊張しちゃって怖くなっちゃう、そうなんか意外と潜在的にはね、そうなのかもしれないですね。じゃあ B の自然がたくさんで癒されそう、はい、あ、お二人ですね、はい、お二人選んだ人はですね、人の集まるところに出かける、
あなたは初対面の人に対して素敵だなと眺めているだけ、新しい友達を作りたいと思っても自分からは動こうとせず相手の行動を待っているのです。でもそれではいろいろな人と知り合うことはできません。自分から人の集まるところに出かけましょう。人の中に自分から飛び込んでいけば新しい人間関係を築くことができるでしょうっていうね。当たってる、はい、当たってますか。びっくりするぐらい当たってますね。もうだってあーって言ってましたもんね。めちゃめちゃ当たってますよ。すごいすごい。声が通る。すごい声通っちゃった。いやなんか仲良くしてそうなグループとかを見てると、うんうんうん、あいいな自分も入りたいけどなって結構隅ですってなっちゃうタイプ。そうなんですね。来てくれると結構話してるんですけど、そうだったんですね。なかなか飛び込むのが確かに、ね、ちょっとね、うん、緊張しますよね。緊張しちゃうんですよね、はい、もう飛び込んでった方がいいですねお二人ね。もうでも確かに当たってるかもしれない。稽古場でも確かにそういうの分かるもんね、うん、分かりやすい。特にあの ピーちゃんなんかあのみんなで話しててあれピーちゃんいないなって思ったら一人であの筋トレをしちゃってピーちゃん筋トレマニアだから鏡で筋トレポジがで気づくとまあ、やっちゃいます。確認です。すごいね。コンディションチェックがやっぱりね。それはまあ皆さんねこう筋トレしてる方はそれチェックしますからね、筋肉衰えてないかなっていうね。はい、じゃあ次いきますね。じゃあ C の静かな場所で仕事はいいかも、はい、選んだお二人はですね、相手にインパクトを与える、新しい人脈を作ることに前向きなあなた、しかし新しい友達と仲良くなってもその後のやり取りがないまま関係が終わってしまうこともあるでしょう。交流の場にいても存在感が薄くなかなか覚えてもらえない。え、なんか逆な気しますね。いや、どこ？いや、絶対覚えるんだよ。絶対。いや、大変だよ。覚えてもらえないのです。まあ、一応ね、続きいきますね。新しい人間関係を築くには相手に印象を残すことも大切です。自分の個性を前面出し、強いインパクトを与えましょう。もうできてる方じゃないですか、なんか逆に。もっと頑張ります。個性出せるように精進してまいります。結構逆に覚えてもらいやすいですよ、ね、確かに、ねえいやちょっとなんかいろいろですね、いろいろですね。じゃあ最後の D、 頑張って開拓するぞ、選んだお二人ですね、はい、はい、この人たちはですね、相手の話を聞く、あなたは人と関わることが大好きです。初対面の人に興味津々で自分からバンバン話しかけていきます。ただ相手の話よりも自分の話が多くなるためコミュニケーションが一方的になりがち、うざったく思われてしまうかもしれません。人間関係は言葉のキャッチボールが肝心です。相手の話をよく聞き相手の話から仲良くなるきっかけを作りましょうっていうね。なんですかこの笑いは。いやすごいよ、 D だなと思って。D じゃないって共有しよう、聞き方強制じゃないって一層でしょみたいな、そうだよねそうだよねって一緒に引っ越しようかこれもそうでしょみたいな。どうですかゆうきさんとはるかさん、当たってます？当たってるところもある、うんうん、当たってますよ。でもやっぱこう、うん、最初こういい感じからやっぱ結構落としていくんですね。なんかなんかいいことばっか来るかなって思ったら確かに間違いないです、ね、アドバイスがねちょっとね、そうですね、そう、まあね、でも人によったりしますもんね。違いますね、結構ね、人によってね、そう難しい、はい、こんな感じでございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もう一個行きたいけど微妙に時間がすごい微妙なんですよね。なんかさっと分かるのがあればいいんですけど、そう微妙に時間がないので告知コーナーに行きましょう。はい、そうです。はい、そうですね。はい、ありがとうございました。心理テストコーナーでございました。はい、もうね、あっという間にあと5分ぐらいでもう終わってしまうので。そうなんですよ、あっという間なんです。早い早い早いですね。じゃあ、はい、まあ、再度ね告知をしていただいて、はい、まあ、皆さんから大丈夫だったらちょっと一言ずつメッセージいただきますかね。一言ずつ、はい、もうではいただいてもいいですか。はい、はい、先ほども話題に上がってましたけど、本当キャッチーな曲で、まとめられた
本当楽しいミュージカルなので、うん、ぜひ皆さん会場に足を運んでください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあナナさんもお願いします。はい、すごいあのメッセージ性がある物語で、うん、もう本当に子供から大人まで、うん、なんか胸がキュンとするような舞台になってますので、うん、ぜひぜひ見にいらしてください。はい、ありがとうございます。ゆうきさんお願いします。はい、誰にでもやっぱこうコンプレックスとか欠点とかあったりするし、うん、やっぱあの人になりたいなっていうのもあったりするので、うん、そういうのはやっぱこう自分はこういうのがダメだなって思ってもやっぱ勇気づけられる作品だと思うので、うん、皆さん足を運んでください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。どっちからいきますか。あ、じゃあ僕ら、あ、じゃあピーちゃんからピーちゃん、ピーちゃん、とにかく本当いろんなジャンルの音楽ありますし、うもうダンスもすごいたくさんあってキラッキラしたミュージカルなんで、うん、とっても皆さん楽しめると思うので、うん、ぜひ足を運んでいただければなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあはるかさん、はいはい、あの絵本から出てきたような可愛らしいポップな作品なので何を何を見てなんか読んでるなんか読んでる全然いいんですよ、全然いいんですよ。はい、可愛らしいポップな作品なので、はい、あのぜひ音楽も楽しいので見に来てください。はい、ありがとうございます。ゆうきさん、はい、以下同文です。はい、もうだって全部すごい言ってくれるから、ね、そうですよ ね、 そうですよね。みんなもう要約してくださって、うん、すごい。でも全てを本当に全てを、はい、包み込むじゃないですか。全てを包み込んじゃったそれはさすが参戦党で全部持ってきますね。本当にでも本当に人と比べたりとかってみんな誰しも持ってるじゃないですか。もうここがこうとかっていうの本当にあると思うんですけど、これ見たらちょっとでもなんか自分のこと、うん、あ好きかもって思えるんじゃないかなって思うので、うん、ぜひぜひ足を運んでいただけたら、はい、私たちは精一杯頑張りましょう。はい、はい、そうですね、そうですね、はい、頑張りましょう。はい、ね、ですぐ、はい、はいはい、です楽しみです。楽しみです。ありがとうございます。はい、じゃあね、ちょっとフライヤー出していただきますかね。再度告知をね、はい、お願いします。はい、はい、こちら、はい、4月10日、はい、はい、4月10日金曜日開演19時から銀座博品館劇場にて、今皆さんが言っていただいた本当にもう素敵なものだらけが詰まった作品なので、うん、皆さんぜひお待ちしてますので足をお運びください。待ってます。はい、お願いします。お願いします。皆さんね、ちょっとキャストさんのも、はい、出ておりますので、もうチケット販売は販売しております。はい、はい、しております。はいはい、鼻がちょっと詰まってきて花粉症で。皆さんツイッターとか SNS とかはやられて、はい、やってます。じゃあそしたら それぞれね、そこからも情報を見ていただいて、はい、皆さんね、チェックして傾向、何風景とかちょっと載っけたりとかしてるの。そうですね、なんかみんなで写真撮ったりとか。そうでもなさそう。なんでしょう、基本稽古前の動画とかは上げるの禁止なので、ね、まあ、動画っていうほら写真とかさ、まあ、写真なんかちょっとした、はい、今日あれでしたみたいな。そうですね、まあ、なんかほらそういうの見るとまたなんか行きたくなったりするじゃない、はい、やっぱりね、うん、ファンの方のね、ぜひぜひ、はい、どうしました、マイクをマイクをすごいこっちに向けてくれたマイクをちょっと申し訳ないからこっちにやるんですインタビュー。また私のマイクが来たでもね、仲良しでいい ね、 なんかね、そうなんですよ、ね、楽しいですね、稽古場が本当に楽しくて、うんうん、で今日ね、衣装もピンクか赤で揃えていただいて、すごいですね、そう、いや素敵ですよ、やっぱいちごカラーね、いちごカラーでもっとね、舞台はカラフルだから、もうすごいカラフルですもんね、うんうんうん、可愛くて、うん、はい、はい、ね、まだね、時間があるのでちょっと終わらせようとするところだけれどもみたいな感じですが、そうですね、なんか面白話とかまだあります、エピソード。先ほどアルフさんの面白い話もあったんですけど、私、うん、最近、うん、この2回目の公演の時の稽古で気になっちゃうのが、うん、ピーちゃんの、ピーちゃん、はい、ピーちゃん、ピーちゃん、ピーちゃんエピソード、ピーちゃんエピソードで、もう笑ってる。前回そこまで覚醒してなかったんですよ、うん、間違いない。今回なんかちょっと早めでね、だいぶ覚醒しちゃって、うん、絶対声を発さないシーンで私が歌ってるのに横で楽しくなっちゃうのか、うん、絶対声がそんなことしてるから知ってる知ってる、近くに来ると絶対と顔合わせて笑顔で演技でやるじゃないですか、うんうんうん、声が微妙にえっ、ね、って笑われてたんですよ
全然意識してなかったからそんなの稽古場で歌えなくなっちゃうから面白すぎなんか笑っていただいてるのは分かるんですけど、うん、結構ね、自分ではそのままのつもりなんですけどどこで積もられてるかが分からないっていう、ね、まあ、それがちょっとめちゃくちゃ面白い、うん、それはでもあのうふって言ってそうだもんねあのいい笑顔だからなんかねってなってた口の形動いてないのになんかこういうえっみたいな聞こえるね、いやーいいな楽しい、自分でも分からなかったいやね、じゃあ それをね思い浮かべつつ、まあ舞台も見てもらうとまたちょっと違う楽しみがめちゃくちゃ面白い、アルフさんあのシーンであっち行っちゃったんだなピーちゃんここでってなってたなとかちょっとね思いながら見ていただければと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではでは本日のゲストはフリックルフェイスストロベリーのキャストの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。最後あっちにもバイバイ。